こんにちは、トッキーです。よかったらチャンネル登録といいねポチッと押してってください。本日は前回の漁師さんが営むお魚屋さんテルさんに引き続き、呉市広子坪にある飲食店のご紹介です。実はお魚屋さんテルさんのお店から目と鼻の先にあるんです。なので本日はテルさん店舗前からスタートです。道順が気になる方はテルさんの動画をご参考にご覧ください。ということで行ってみましょう。テルさん前の道路をまっすぐ進んでいきます。小坪診療所だって、うん、すぐ右手にある小坪診療所さんを過ぎて右折していきます。結構すぐ右方向です。ここ右だって、うん、意外に家あるもんね、うん、看板も何もない。あ、あそこじゃ、のれんが、あ、もうのれんかかってる。いい感じじゃん。いい感じ。音声案内は終了します。ここら辺なんかな、駐車場聞いてる。風にあおられて見えにくいですが、確かにのれんがかかっています。こちらのようです。お好み焼き、山田さん。駐車場は店舗横に2台ほどあります。自宅の1階でひっそりと営まれています。昔ながらのお好み焼き屋さんといった外観です。ではお邪魔します。入るや否や店主さんが笑顔で迎えてくださいました。まだ準備中でしたが店内で待たせていただけることに。内装も昔ながらで味のある雰囲気です。カウンター席のみで5、6人程度で満席になるかなといった感じです。メニューはお好み焼きと焼きそば、うどんのみになります。怪我してからちょっと何ヶ月かずっと、夏はだいたい1ヶ月ぐらい休むんですけど、夏暑くて、ねえ、暑いとやれんですよね。体力が落ちて、それちょうど重なって、転んだんですよ。なんで転んでから1ヶ月ちょっとぐらい、うん、2ヶ月ぐらいになったかも。あ、今年の、今年ですよ。うん、それなり。治られて本当に良かったです。店内を見ていたら、こんなものを発見しました。10年前ぐらいに知り合いの人に作ってもらっちゃったんだって。すごい、この石の鉄板っていうの、石ってコンクリート？初めて見た。でもピカピカじゃねえ。ピカピカに磨き上げられた鉄板は店主さんの愛を感じます。準備が整ったところでこちらの陳鉄板で焼いていただきます。トッキーは呉焼きを、私は広島風お好み焼きをお願いしました。うん、まあ注文に応じます。ああ、お客さんの言う通りに焼きますけど。あ、クレからです、はい、遠方あの、味付創業何年ですか？47年だよ。すごい。すごい。今は、あ、もう一個ないこれで解消して。ええ、今度行ってみたい。空き店舗で、テナントが置いて、まあ、前だった。解消する方が結構。広島風には天かすが入り、呉焼きにはイカ天が入ります。たっぷり入ります。ドキドキ。ああ今また流行ってきよる。聞いた分出てきて、はい、2回ぐらい出てからすごい、あのテレビの効果がすごい。テレビすごいね。すごい。この辺の前だったの。そうそうそう、その前回じゃなくなるよね。
店内にソースのいい香りが漂ってお腹が鳴ってきました。これね、焼きそば、あんたうどんでいいな。これが12時で、その片方で焼いて、ここにお父さん怒ってもらって、あ、これ持ち帰る、持ち帰る、なんか中がもう一軒寄らないで、はい、いつの間にか続々とお客さんが入店し満員状態です。じっくりと焼かれた広島風も完成してきました。それでもやっぱり肩が崩れたみたいソースは加工。うどんはソースが乗ってあるから。はい。平らにね。はい。でね、山田さんの特徴は広島風も折りたたむというところです。本日は天気がいいので外でいただくことにし、テイクアウトでお願いしました。スタッフさんとのナイスコンビネーションです。このね、ネギかけが何気に嬉しいんですよね。すみません、ありがとうございました。すみません、突然ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、出来たてのお好み焼きを持ってある場所へ向かいます。長浜公園に来ました。わあ、めっちゃいい公園、海が一望できます。綺麗な景色に感激していると、何やらトッキーが動き出しました。スルーしようか迷いましたが、かわいそうなので突っ込むことに。何しとるん気持ち悪いんですけど、おっちゃんが。満足そうなトッキーです。それはさておき、青い空にキラキラした水面、癒されます。本日はこちらの場所でお好み焼きをいただきたいと思います。まずは呉焼きのそばをいただいてみます。そば2色ですね、はい、いただきます。呉焼き久々食べるわ。うん、焼きそばみたいな。確かに、一見こういう味が濃いそうだけど、そうでもない。シンプルな味って感じ。懐かしいね、この感じ。今あんまないもんね、おばちゃんが作ってくれた、もう昔ながらの。このそばに卵が絡んでるから美味しそう。美味しい。このシチュエーションで食べるけん余計美味しく感じる。美味しい。魚粉も効いとるね。懐かしい。美味しいよ。続いて肉玉うどんいただいてみます。はい、いただきます。うわ、めっちゃうまいですか。お、すごいずっしりじゃね。意外にボリュームある。うん、ボリュームある。いただきます。うどん、うどん、細うどんじゃね、
すごいね。波打ち際でクレ焼きを食べる女。うん、他も誰もおらんけん。誰にも邪魔されず。市内じゃありえんだよ。ありえん。こういう場所もないよね。はい。人も全然おらんしね。めっちゃ穴場じゃん。いいところだ。うん、おいしい。懐かしいでしょ。うん、なんかすごいほんまに懐かしいわ。愛を感じるね。愛情たっぷりみたいな。おばあちゃんのね。ね。なんか人柄が。ああ出とるね。出とるお好み焼きって感じ。安かったよね。2つで。これはめっちゃ穴場です。みんなも行ってみてくださいね。補足説明なんですが、山田さんは店主さんがマイペースで運営されているのとコンパクトな鉄板のため一度にたくさん焼くことができません。お時間に余裕がある時のご来店がおすすめです。動画内でもお話しされていましたが、時期やお怪我などにより急遽お休みされる可能性があるため事前に電話で確認してみてくださいね。さて次回のトッキーチャンネルは、呉市にある某老舗居酒屋さんであんなものやこんなもの、個室でゆっくりと豪華で美味しい料理をいただいてきました。お楽しみに。ということで本日はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。